経口血糖効果薬。経口血糖降下薬は、2型糖尿病において、血糖値を正常化させる目的で処方される薬物の総称である。慢性合併症のリスクを軽減させることを目的としている。比較的古くから用いられてきたスルフォニル尿素薬のようなインスリン分泌促進薬や、アルファーグルコシダーゼ阻害剤のような、ブドウ糖吸収阻害薬。 ビグアナイド系やチアゾリジン系のブドウ糖吸収素薬、インクレチンを増強する DPP-4 阻害薬や GLP-1 受容体作動薬、また SGLT に阻害薬がある。1998年にイギリスでユクプズという大規模比較試験が行われて、以来、糖尿病慢性合併症予防目的にてこれらの薬は用いられている。特に、 インスリン分泌が残存している二型糖尿病のインスリン非存状態において有効である。二型であっても重篤な感染症のようにインスリン需要の多いとき、清涼飲料水系とアシドシス、ペットボトル症候群のように分泌を上回る、ブドウ糖摂取があるとき、手術期や妊娠などはインスリン治療が必要である。スルフォニル尿素薬、SU 薬には、 比較的長い使用の歴史がある。抗成物質の開発中、副作用の低血糖が起きて、薬効が発見された。1950年代から使用されている。開発された順に第一世代、第二世代、第三世代と分類される。第一世代には、トルブタミドなど薬理学的には重要な薬物も含まれているが、近年新規に処方される薬は、ほとんど第二世代と、 第3世代なのでそれらを表にまとめた。作用基準としては、水臓のランゲルハンスト β 細胞の SU 受容体の種類1サブユニットに結合し、ATP 依存性系チャンネルを抑制することによって、インスリン分泌を促進させる。SU は蛍光投与可能であり、肝臓で代謝される。主な副作用は、インスリン過剰分泌による低血糖である。したがって、 交換神経機能が障害されている患者、意識障害がある患者、低血糖を認識できない高齢者、低血糖に対して適切に対応できない患者は慎重投与する必要がある。また、グリベンクラミド及びグリメピリドは活性代謝物の腎排泄性が痛めに、糖尿病性腎症の進行に伴う腎機能低下により、千円性の低血糖を起こしやすい。がって、 腎臓の機能低下が認められた場合、代謝物の活性が低いグリクラジドや、道ぐりにドカルウム、水あえ物、長持続型以外のインスリンの自己注射への変更を考慮していく必要がある。SU 薬は、基本的には、インスリン基礎分泌を促進する薬であるため、食前に低血糖を起こしやすく、インスリンを、追加分泌を促進しないため、食後高血糖の管理が困難になりやすい。 このため、平均血糖値を反映する指標である歯鉢のみで、効果判定を行うと、コントロール良好であったにもかかわらず、心筋拘束といった大血管障害が起こる可能性がある。インスリン分泌を高めることは動脈反応を更新させ、体重増加を起こしインスリン抵抗性を悪化させることもある。これも空腹時低血糖により過食となり、 食事療法が乱れた場合との区別が難しい。第3世代のアマリールは従来の SU 薬が持つインスリン分泌作用の他インスリン抵抗性改善作用があると考えられており副作用による体重増加が少ない。そのため空腹時低血糖による食事療法の乱れなども発見しやすく好まれる傾向がある。2008年現在 SU 薬は 軽症糖尿病の場合はあまり用いられなくなっている。重症糖尿病の場合は、高血糖の持続が、ベータ細胞の破壊という糖毒性を起こし、またインスリン抵抗性の悪化より、SU 薬の効果なくなる二次無効という現象が知られている。日本の場合、患者進行1型糖尿病が多いため、抗ギャット抗体測定といった精査が必要だが、二型糖尿病で二次。 無効ならば、多剤併用療法を考慮する。空腹時低血糖を起こしやすいため、そのような時間帯に悪心、強い空腹感、倦怠感、発感、震えを感じたら、食事療法関係なく、糖分の補給が必要であることの説明が必要である。αGI 併用時は、ブドウ糖を補給しなければ低血糖の治療にならないことに注意が必要である。 空腹時低血糖は意識障害を招くだけでなく、拒絶精神疾患や網膜症を増悪させる可能性がある。かつての大規模比較試験グドップでは、SU 薬と拒絶精神疾患の危険についての指摘があった。1976年、米国で SU 薬の一つであるトルブタミド、ジアベンが新血管疾患による死亡率を増大すると告げされた。 この研究に対して批判も多かったが、その後クロルプロパミド、ダイアビニーズ、グリベンクラミドなどを用いた、いくつかの研究で、その結果が確認されている。SU 薬が、ついベータ細胞だけでなく、心臓の動脈、肝動脈にも作用し、心筋梗塞などの経過に悪影響を与えることが、原因とする説がある。この考えに基づくと、グリメピリドやグリニド系の薬剤は心臓に、 作用しにくいことが分かっているので、これらはこの観点からは、安全な薬剤と考えることもできる。あまり知られていないが、ユクプズ34では、メトホルミンと SU 薬を併用することによって、新血管イベントのリスクが増加するという指摘がある。大血管障害は、食後血糖値が増加するといった、血糖値の大きな触れが影響しているという説もあり、 決着はついておらず次の大規模比較試験の報告によって解釈は変わり得ることに注意が必要であ。糖尿病患者が心筋拘塞といった大血管障害を起こした場合、その原因が原疾患のコントロールの悪さによるものか薬の副作用によるかは厳密には区別ができず少なくとも医療過誤ではない。ガイドライン上も積極的に血糖値をコントロールすることが 合併症の予防には効果があるとされている。フェニルアラニン誘導体は SU 構造は持たないものの SU 薬と同様に水臓のランゲルハンスト β 細胞の SU 受容体に作用しインスリン分泌を促進させる。食後は吸収が悪くなるので食直,直前に内服する。5から15分で薬効を発現し数時間で作用消失する。この早く効いて 早く効果がなくなるという点が SU 薬と大きく異なるところである。食後血糖効果薬とも言われ、SU 薬がインスリン基礎分泌の促進、グリニド系がインスリン追加分泌の促進と考えられている。インスリン療法の超速効型インスリンと中間型インスリンの対応に似るが、SU 薬とグリニド系の併用は保険診療上を認められていない。なお、 ナテグリニドは活性代謝物の人排泄性が高いために糖尿病性腎症の進行に伴う腎機能低下により1 0 0円制の低血糖を起こしやすい。アルファグルコシダーゼ阻害剤は食物性糖質の1000倍も親和性の強い糖質類似物質アナログである。糖質が吸収されるためにはデンプンのような多糖類から消化酵素の作用を得て二糖類、麦糖や初糖、 単糖類、ブドウ糖や果糖に分解される必要がある。その酵素、アルファーグルコシダーゼを阻害し、消化吸収を完除にすることで、血糖の上昇を抑えるので、食後下血糖改善薬とも言われる。これらの薬物は、血糖値の食後のピークを減少させ、食事と共に摂取すると有効であるが食事以外の高血糖の治療には有効ではない。腹部不快感、 下痢などの副作用がよく報告される。これらの原因は消化されずに腸管に残った糖類が発酵し発生するガスによるものである。αGI の継続的な使用によって、これらの副作用は軽減していく傾向がある。しかし炎症性腸疾患の患者では近忌である。腸閉塞様症状に至る場合もあり、糖尿病性神経障害で、消化完全動障害がある場は留意する。 体質的に肝障害をきたす例があるので肝トランスアミナーゼの定期的な観察を行う。肝障害は薬物の中止とともに化学的に改善する。αGI に体重増加作用はないため食事療法の妨げにならない。少量から開始し体を慣らしていくことで消化器症状による QOL 低下を防止できる。 アルファ GI 薬の使用中に低血糖が発現した時は、デンプンや諸糖では血糖上昇に時間がかかるので、ドウ糖や量飲料水に砂糖の代用に使われているドウ糖化糖液糖を低血糖の処置に用いる。2014年のマジラジュラの論文によって、メトホルミンの標的分子が同定され、血糖効果及び乳酸が蓄積する基準も明らかとなった。 メトホルミンの標的は、ミトコンドリアのグリセロールリン酸脱水素酵素であった。細胞質にも、このミトコンドリアの酵素と逆方向の反応を触媒する、グリセロールリン酸脱水素酵素が存在するが、こちらは、メトホルミンの標的ではない。解凍系により、ブドウ糖が、元気的に酸化され、ピルビン酸が酸性されるが、これに伴って、還元物質である、などができる。 通常は、などの還元脳はミトコンドリアに移動して、電子伝達系により ATP 酸性につながる。わけだが、などが、ミトコンドリアの内膜を通過しないために、グリセロールリン酸シャトルが働いて、還元物質、リダクションポテンシャルがミトコンドリア内に移動する、などのミトコンドリアへの移動にはもう一つリンゴ酸、アスパラギン酸シャトルというシテムが存在する。メトホルミンは、 ミトコンドリアのグリセロールリン酸脱水素酵素を阻害することにより、グリセロールリン酸シャトルの機能を阻害するため、細胞質でなどの蓄積が起きる。このためピルビン酸を乳酸へ変換するとともに、などと H をなどに変換する反応が進む。したがって、多くの乳酸が蓄積することになる。などが蓄積していると、ピルビン酸からオキザロサク酸を介して、ブドウ糖を申請。 等身線ウルコニアジェニシスへ向かう経路を阻害することになる。また、ブドウ糖身線の基質の一つであるグリセロールから、グリセロールリン酸を介して、ブドウ糖身線への経路も阻害される。アミノ酸も、ブドウ糖身線への基質となるが、その中間産物のリンゴ酸から、オキザロサク酸への転換もなどを産生するので、この経路も阻害されると考えられる。従って、 メトホルミンによる解糖系から電子伝達系への還元物質の転送阻害は封筒ーー申請を阻害し血糖低下につながると考えられる。エタノールがアセトアルデヒド、さらにアセチル COA に代謝されるサインにもなどができるためアルコール飲用による低血糖も同様になどが蓄積することによるものと考えられる。メトホルミンは 乳酸アシドーシスを起こしやすい病態、すなわち、肝障害、腎障害、心障害の起用がある患者には、使用を避ける。ビグアナイドのうちでは、塩酸メトホルミンが主流である。塩酸、ブホルミンは、塩酸メトホルミンに比べて薬効が低く、乳酸アシドーシスを起こしやすいと言われている。最近では、肥満を伴う糖尿病患者に第一選択として、広く使われるようになった。 t z d との合剤、商品名、メタクト等も販売されている。その他の問題点は、軽度の胃腸障害であるが、これは一時的なもので少量から開始し、ゆっくりと全増すれば軽減できる。発熱時、下痢など、脱水の恐れがあるときは、休薬する。用土増栄剤使用の際は2日前から投与を中止する。ペルオキシソウム増食剤応答制受容体。 ガンマ作働け薬やインスリン抵抗性、改善薬とも呼ばれる。核内需要体の一つであるパーガンマに結合し、インスリンの抵抗性を悪化させる、様々な因子の転調節をする。主として、抹消組織のインスリン抵抗性改善にあたる。有効性及び安全性に精査を認め、女性で不死をきたしやすい一方で、小容量で血糖効果作用を見ることが多い。 脂肪細胞に作用し、葡萄糖の取り込みを増やすことで血糖が低下する。その代わり肥満を助長しやすくなる。塩酸ピオグリタズオン、商品名アクトスだけが現在、国内で流通している。最初に商品化されたトログリタズオン、商品名のスカールは、肝障害の死亡例が相次ぎ、その原因の一つとして、肝臓での薬の代謝に関わる、クルタチオン方法酵素。 GSTT1 と GST1 の変異が重なると、特に副作用の発症率が高いことが示された。類薬では、トログリタゾンほどの肝障害は報告されていないが、留意して使用するのが望まれる。副作用として、不臭や貧血を合併することがあるが、腎臓でのインスリン感受精更新のため、NA の再吸収を促進するためだと言われている。脂肪細胞を、 分化誘導する一方で骨が細胞の減少により骨折のリスクが増加するのではないかと言われている副作用に不腫があるために心不全の気用がある患者には近忌となる不腫が出現しなくとも効果が出ると体重が増加する傾向があるため食事療法のコントロールに気をつける必要がある大血管障害の気泡を有する二型糖尿病患者に対して 心血管イベントの発症の抑制及びインスリン治療の導入を遅らせるという欧州での成績がある。インクレチンは主に小腸で産生され、水臓の β 細胞に採用し、インスリン分泌促進させるホルモンでインクレチンを増強させる薬として以下がある。DPP-4 阻害薬はインクレチンの分解酵素の DPP-4 を阻害することで、 インクレチンの血中濃度を上昇させる。インクレチンは、血糖値依存的に水ベータ細胞からのインスリンの分泌を促進させるとともに、水アルファ細胞からのグルカゴンの分泌を抑制し、上昇した血糖値を正常値へと下げる働きを持つとともに、胃からの内容物排出速度を遅らせて、血糖値の急激な上昇を抑える効果がある。d p p と阻害薬の結合部位は箇所。 あり、それぞれ S、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 SE と呼ばれているが、DPP4 阻害薬は、結合部位によりクラス I、S、S、クラス E、S、S、S、クラス E、S、S、SE に分類される。DPP4 阻害薬がより効きやすい患者は、一肥満度、BMI が小さく、二幅が高く、三治療開始後3ヶ月以内に、幅が低下し、四 冠無理動脈疾患がない患者であるとの研究がある。FDA は2015年8月、7年間で33例の重篤な関節炎が報告されたことを公表した。その中には、投与中止後に改善した症例や、他の DPP4 阻害薬に切り替えて再発した症例もある。株症状に存在する L 細胞から産生されるインクレチンの一つである。 GLP-1 の受容体に作用することで、インスリンの分泌を増強する薬剤。水臓の β 細胞を刺激して、インスリンを放出させ、α 細胞からのグルカゴンの分泌を抑制する。従って、水機能が低下した患者では十分な効果を期待できない。切り替えた後に、糖尿病性系とアシドーシスが生じ、死亡した症例がある。この系統の医薬品の添付文書の 重要な基本的注意には、以下のように記載されている。ナトリウム、グルコースとも輸送体、SGLT に阻害薬は、腎臓の尿細管内空に存在する NAA、ブドウ糖とも輸送体、SGLT、ソディウム、リペンデントグルコーストランポニを阻害する。通常、糸球体でろ過された原尿には、ブドウ糖が結晶と同じ濃度含まれており、 SGLT2 はそのブドウ糖をナトリウムとともに尿細管細胞内に再吸収するので尿糖域棄地までブドウ糖が外に失われずに済む。SGLT2 阻害薬は尿糖を増やせば血糖が減るので血糖が正常化すれば水でのインスリン分泌の負担が軽くなり糖毒性が取れるのではないかというコンセプトで開発された。同様のタンパク SGLT1 は 小腸上皮粘膜細胞にもあり、腸管からの糖の吸収に携わっている。SGLT2 阻害薬は SGLT2 に選択的に作用し、SGLT1 に対する影響は軽微である。糖排泄により、グルカゴン濃度上昇と肝における、内因性糖酸性が起こり、ケトアシドーシスにつながることがあることに注意が必要である。2015年5月、米国 FDA は、 SGLT に阻害薬により、ケトアシドーシス、高が発生した症例が集積している、2013年3月から2014年6月、20例として、警告を発した。それとは別に、本罪に共通する、可能性のある副作用として、起死、後半が挙げられている。この系統の薬剤は、その作用基準から高度、または、末期の腎障害患者での有効性期待できない。 他、SGLT に阻害薬が糖尿病新薬として2014年から相次ぎ発売されるようになったが、服用していた患者2人が死亡していたことが2014年10月に判明している。これらの患者は利尿薬と併用するなどしていた模様である。日本糖尿病学会は SGLT に阻害薬の適正使用に関する リコメンデーションを2014年6月に作成しており、臨床経験の蓄積等に伴い改定を重ねている。その中では、低血糖、脱水、血糖アシドーシス、薬腺、尿路感染症等への注意が具体的に記載されている。2016年、ランダム化された301試験をメタアナリシスし、短剤、併用での治療の死亡率に差がないことや、 メトホルミンによりも SU 薬、シアゾリジンジオン系薬、DPP-4 阻害薬、アルファグルコシダーゼ阻害薬では、幅 1C 値は高いことを見出した。など。いくつかの健康食品や漢方薬に SU 薬などの経口血糖効果薬の含有があったと報告されている。中国語を列記する。隠れ本、肉好きに、尿グリベンクラミド、 複覚列派とボグリーボースに構想、肉好きにウリメとフォルミン。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。